人はその生が終わるとき、肉体から魂が解き放たれる。僕の仕事は、そのさまよえる魂を冥府へと導くこと。いわば、魂の水先案内人といったところですかね。時として、人の魂というものは、様々な形で現世に居座ろうとするものです。土地に執着する自爆霊や、恨みや妬みで怨霊と化すもの。何かの未練や後悔を残し、ただ現世をさまよう浮遊霊。それらの魂は、肉体を持たぬ亡霊となり、現世と冥府の境界を曖昧にしてしまう。だからこそ僕が、それらの魂を導いてやらねばならないのです。時折、哀れにも断りを超えて、どうしても現世での宿願を叶えたいという者がいる。でなければ、決して冥府には行かぬと意固地を見せてね。そういった者たちに対して、僕はある条件を突きつけてやるのです。